どうもトロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回ですねクレセリアホルード大近畿っていうパーティーでスーパーリーグ潜っていこうと思います。で1戦目なんですが、相手ガラルマッキョですね。これはなかなか新時代のポケモンでね、まあ面白いんですけれども、まあ早速ね妖精の風を打ってきてるんですが、この対面自体はどうですかね。若干こっちがリードしてるような気がするので、まあ有利だと思うんですけれども、ただこちらの技どちらもそうですね、等倍になっちゃうのかな、どうだろう、多分等倍になっちゃう、いや今一つになろうか、なのでまあちょっとそこはどうかなと思ったんですけれども、まあ、とりあえずねあのホルードを投げていって、で相手がねあのデオキスを投げてきたので、まあ、この対面自体はそんなに悪くないですね。相手のゲージ技がそんなに決め手になるような技がないので、まあ、カウンターはね、今一つじゃない、いや、抜群で入ってしまうんですけれども、まあでもね、デオキスはね、非力なんでね、うん。まあその辺はね、あまり問題ないんじゃないかなと思います。で、相手がここで技を打ってくるんですけれども、まあサイコブーストが最大だった点だと思うので、まあ普通に食らっていってね、こちら自信を打っていけば、まあ自信ね、強力な技なんで、デオキスといえどもね、かなりのダメージを取れるので、まあ悪くないんじゃないかなと思います。で、この感じだとなんか対面取れそうですね、頑張れば。相手がサイコブーストを打ってくるかどうかっていうところになると思うんですけれども、これどうしようかな。なんか張らなくても耐えそうな気がするんですけれども、張らなかったですね。まあ、ホルードの耐久力だったらこれ耐えると思ったんで受けていって、で、こちらはマットショットだけでと思ったら同時落ちでしたね。うん。で、まあこの後はどういう展開になるのかなと思うんですが、どうだろうな。大剣気から入っていこうかな。どうしようかな。あれですね。大剣気から入っていきましたね。で、相手がガラル、またドガスを戻してきたんですけれども、まあ、大剣気はどちらかといえば攻撃に振ってるポケモンだと思うので、まあ調べてはないんですけれども、まあ、ちょっと暗いと痛そうだったので、シールド貼っていきました。で、回転はね、かなり速いポケモンなんで、まあ、しっかりとね、ゲージを貯めさせてもらって、で、ここらでハイロードカノン打っていけば、まあ、相手も張ってくるんじゃないですかね。相手もね、回転速いポケモンなんで、うん。まあ、シールド貼ってね、もう一発技を打ってくるっていう、そういった動きをしてくるんじゃないかなと思います。で、まあ、これどうしようかな。まだラストがわかんないんですけれども、大剣気の体力残しておきたいなと思ったんですが、まあ、食らっていきましたね。うん。これが結果的にどうなるかちょっとわからないんですけれども、まあ、でもね、シールドも残り1枚しかないですし、ラストわからないんで、まあ、受けていったって感じですかね。で、まあ、ハイドロカノンでこれで倒せるかな。倒せましたね。で、最後に出てきたポケモンが闇並みだったので、これは悪くないんじゃないかな。とりあえずハイドロカノン早く打てるんで、まあそれを打っていけば、シールド張ってくんのかな、相手は。どうだろうな。ハイドロカノンだったら張ってこない可能性もあるんですけれども、あ、張ってきましたね。で、こちらは、ムーンフォースを溜めて後ろに下げてるので、まあここで打っていってって感じですかね。で、この後どうだろうな。相手のイカ様一発じゃ、クレセリゲワノは飛ばないんじゃないかな。50% 入らないと思うので、多分勝ち切れると思います。うん、で、まあ、ここで相手が技を打ってくるので、まあ、ここは張っておこうかな。うん、これを張っておけば多分安泰だと思うので、しかも恩返しだったんでね。まあ、そうだとすると、この後ね、イカ様は間に合わないので、こちらね、草結び打って勝ちですね。まあ、クレセリアどうですかね。イカ様は 50% 入らないんじゃないかな。スーパーリーグだと。どうだろうな。まあ、硬いんでね。まあ、ちょっとその辺は後でね、調べてみようかなと思います。で、まあ、ちょっと止まっちゃってるんですけれども、まあ、入りましたね。うん。対戦ありがとうございました。うん、そうですね。調べてみたら、クレセリアは闇波のイカ様 40% ぐらいだったので、まあ、あれはあれですね。イカ様食らっても知らなかったですね。で、まあ、次の対戦なんですが、こちらクレセリアで相手がランターンですね。またまた新時代のポケモンが出てきたんですけれども、このタイミングはどうなんだろうな。勝ってるのかな。まあ、草むすを置いてるんで有利だとは思うんですけれども、でも相手も結構回転早いんでね、ちょっと注意が必要ですね。で、相手が変えてくると読んでいたので、こちらは打たずにムーンフォースをここで打たせてもらって、まあ、シールド剥がすか大ダメージってところだと思います。ただまあ相手のランターンがね、ちょっとこちらの裏に刺さってるので、クレセリアは逃がしていきたいところなんですけれども、まあどうかなって感じです。で、まあここでもう一発ムーンフォースを打っていって、まあこれも張ってくるんじゃないかな。相手はちょっとムーンフォース、まあ食らえないと思いますし、クレセリアは重いポケモンだと思うので、うん。ロボットは受けてきましたね。で、まあ、これ受けたのであれば、ちょっと大剣気出していこうかなと思います。何ですかね、チルタリス相手に大剣気はあんまり有利ではないんですけれども、まあ、でもね、何ですか、連続斬り採用してるんで、回転早いんで、ハイドロカノンと、連続斬りのコンボでね、倒せるかなと思って出していきました。で、相手の技を打たせることなくね、倒すことができたんで、これ良かったですね。で、相手がランターンを戻してくるんですけれども、まあ、そこにはできればメガホーンを打っていきたいんですけれども、まあ、間に合わなかったですね。まあ、これしょうがないですね。まあ、10万ボルト打たれちゃうんですが、
まあ、これはね、甘んじて受けていって勝負しようかなと思います。まあ、クレセリアがいるんでね、多分ランターン行くにはなんとかなると思うんですよ。まあ、あとはラスト次第なんですけれども、まあ、とりあえずシールラードを取っているので、うん、まあ、どうかなって感じではあるんですが、ただまあ、クレセリアもね、結構ね、チルタリスでダメージを受けてしまっているので、まあ、ランターン相手にね、シールを貼っていかなきゃまずいかなっていう状態になってますね。で、またまた相手が変えてくると思っていたので、こちらはね、草むすびをすぐに打たずに、まあ、様子を見て、オーロッタが出てきたので、ムンゴスを打っていきます。で、まあ、これ半分ぐらい持っていけるので、この後あれですね、なんだ、ホルドを合わせていけば、炎のパンチを落とせるので、まあ、勝ちほぼ確定ですね。で、こちらは相手の、種爆弾がね、抜群で入っちゃうんですけれども、ホルドって耐久力めちゃくちゃあるポケモンなんで、確定には取られないんですよね。まあ、シャドウクロウをね、二重耐性で受けることができる上に、うん、耐性があるということで、まあ、シャドウクロウの蓄積ダメージと種爆弾のダメージ加えても、確定2発で落とされないので、これは有利ですね。で、逆にこちらは炎のパンチが、4発ぐらいでね、打っていけるので、まあ、回転でも勝っているのでね、ここはね、ちょっと起点を貯めながら、作りながらね、戦っていけると思います。というわけで、少し起点を作らせてもらって、で、相手諦めましたね。うん。対戦ありがとうございました。今のバトルはそうですね、相手の答え言って読んでたんで、まあ、そこで無駄打ちしなくてよかったですね。相手のチルタリスはね、クレセリアでしか倒せなかったんで、うん、まあ、そこもね、ハマったんだと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、相手ランタンですね。これまたまた、多分こちらが有利だとは思うんですけれども、まあ、交代機してくるかなと思って、ちょっとゲージをために戦っていって、で、相手がね、技打ってきたタイミングで草結びを打っていくんですけれども、どうですかね、これ10万ボルトなのかな、あ、10万ボルトですね。で、まあ、受けてみたんですが、結構入りますね、クレセリアも。うん。耐久力あるポケモンなんですけれども、まあ、ハイパーリーグほどね、硬くないので、10万ボルトと、まあ、スパークの蓄積ダメージは半分ぐらい持っていかれてるので、まあ、それ考えると次の10万ボルトはちょっと受けられないかなって印象ありますね。うん。ならば、ちょっと早めにね、今度は草結びを打っていって、まあ、これでシールド2枚目を剥がしていくっていうような、まあ、そういった動きをしていこうかなと思います。で、相手はどうですかね、クレセリアがちょっと重そうなんで、波乗りとかでちょっと、なんですか、シールを剥がすっていう動きをしてくると思うんですけれども、でもこれ10万ボルトちょっと食らえないんで、まあ、これはね、シールを貼るしかないんですね。うん。で、やっぱり波乗りだったんですけれども、まあ、仕方ないので受けていって、で、またまた波乗りですね。この回転早いですね、ランタン。クレセリア相手にここまで戦えるっていうのはちょっと、まあ、予想外ではあったんですけれども、うん、まあ、でも、まあ、悪くはないと思いますね。とりあえずここで草結びを打っていって、まあ、ちょっとね、クレセリアも非力なんでね、これでは倒せないとは思うんですけれども、まあ、どうかなって感じです。で、この後ですよね、こちらの草結びが先に打ってるから、同発ぐらいになりそうですね。相手のが若干早かったか。うん。まあ、でもこれは、うん、どうしようかな、悩みますね。裏に飛行がいたらちょっときついんですけれども、あ、受けていきましたね。うん、これはどうだったのか、判断としては。まあ、裏にチルタリスとかいたらね、ちょっと辛くはあるんですが、まあ、ランタンとね、飛行って組ませやすいんですよね、正直。うん、なのでね、まあ、ちょっと悩んだんですけれども、うん、まあ、しょうがないですね。で、またまた波乗りを打ってきて、で、これくらいだと大ダメージなんで、ここ張っていくんですが、まあ、この後はできれば、マットショットだけで倒していきたいですね。まあ、チルタリスとかいたらちょっと辛いかな。うん、まあ、しょうがないですね。まあ、クレセリアに対して突っ張ってきたランタンを処理するには、まあ、シルルにも貼らなきゃいけなかったので、まあ、貼ってしまったら、ね、今度はチルタリス相手にクレセリアどうしようもないので、まあ、仕方がなかったですね。で、まあ、出てきたポケモンが、なんと雪の王で、これあれですね。ここで雪の王を出してくるっていうことは、相手、ラスト鋼とかなんじゃないかな。地震が怖くて、多分ね、雪の王を出してきたと思うんですよ。うん、なので、これはいけるんじゃないですかね。で、相手がここでウェザーボール打ってくるんですけれども、まあ、弱点疲れてるんですが、まあ、ホールドの耐久力であればね、まあ、全然耐えられるんで、うん。まあ、受けていって、で、こちらは炎のパンチを打って倒すって感じですかね。で、まあ、おそらく最後、ガラルマッキョだと思うんですよ。うん。じゃなきゃ多分、ホルール相手に出してこないと思うんですよね。二重弱点なんでね、炎はね。うん。なので、まあ、あれなんですが、出てきたの全然違いましたね。二度クイーンでしたね。まあ、でも、まあ、大方の予想は外れてなかったか。で、ここで相手の大地が溜まったので、大剣気を投げていったんですけれども、打ってこなかったですね。うん。まあでも OK でしょう。まあ相手はここで、まあ大地打ってくるのかな。おそらく大地打ってくると思うんですけれども、まあ毒々かもしれないですけどね。大地でしたね。で、まあこれ耐えていって、で、こちらはハイドロカノンが溜まるので、これを打ってしまえば、多分一発で飛ばせるんじゃないかな。相手シャドウでしたっけ？まあちゃんと見てなかったんですけれども、どうですかね。まあ普通のでしたね。でも倒せたんで OK ですね。対戦ありがとうございました。
うん、まあこのパーティーはそうですね、実は大剣器を使いたくて組んだパーティーで、あの世界大会やったじゃないですか。で世界大会でね、あの出場者の方が、海外のね、あの出場者の方が大剣器を使っていて、なんか面白そうだなと思って、まあ、触発されて、まあ、やってみたっていう構築ですね。でまあ次の対戦なんですが、相手エンペルトで出しがちだったのかな。うん、多分出しがちだったと思うので、相手が引いてきたと思うんですけれども、まあ、とりあえずね、相手が、あの、アローラ急行に引いたので、まあ、そこに対しては、そのままクレスエリアで突っ張っていったって感じですね。で、一発入れてから、ホルードを出していけば、炎のパンチで弱点つけるんで、まあ、相手のね、ウェザーボールで弱点つかれてる、しまってるとはいえ、まあ、戦っていけると思ったので、まあ、そういう動きをしてみました。で、まあ、ここでね、ちょっと起点を作っておけば、エンペルトですね。エンペルトにも自信をぶち込めるので、うん。なので、まあ、そういう動きをしたって感じですかね。で、まあ、ここで相手がウェザーボールを打ってくると思うんですけれども、まあ、食らってもやられないのでと思ったら貼っていきましたね。うん、なんでこれ貼ったんだろう。まあ、貼らなくても OK だったと思うんだけど、あ、どうだろうな。でも貼らなきゃまずかったか。うん、貼って起点作ってって感じか。うん、でもここで結局打たれちゃいましたね。これはちょっと失敗だったかな。でもこれはまあ、受けてもやられないですね。うん、なので、まあ、受けていって、で、マットショットだけで倒させてもらってと思ったら炎のパンチ打ってきましたね。まあ、自信まで溜まってるんで、まあ、この後、エンペルトが戻ってきても自信を打てるっていう計算だと思います。だけど炎のパンチを打っていって、で、まあ、おそらくエンペルトが戻ってくると思うんですけれども、どうですかね。うん、多分起点作りにエンペルトが戻ってくると思うんですよ。どうだろう。悩んでますね。あ、と思ったらあれですね。甘々でしたね。甘々か。まあ、でも、OK でしょう。うん。まあ、ここで、自信を打っていって、これ相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、まあ、できれば受けてほしいですね。で、これ受けてくれたんで、これ大きかったですね。で、まあ、ここ相手には、どうだろうな、大剣器だとちょっと荷が重い気がするんですけれども、ちょっと大剣器で起点作ってからクレスリアとかにすんのかな。あ、大剣器出しましたね。うん。で、相手が、エンペルトを出してきたので、そこにクレスリアを戻していって、で、まあ、草の水でプレッシャーをかけていくって感じですかね。うん。で、まあ、相手の技の回数はしっかり数えていきたいところなんですけれども、ちょっと CCT ミスっちゃいましたね。うん。で、まあ、草結びを打っていって、どうだろうな。まあ、相手は当然防いできますね。ただ、まあ、大剣器のハイドロカノンで、ね、これ押せそうな気がしますね。うん。なので、まあ、2発目の草結びを打っていって、で、この後はどうだろうな。こちらは技受けちゃって OK な気がしますね。クレスレの耐久力だったら、この HP だったらギリ耐えてくれるんじゃないかな、おそらく。多分耐えてくれると思うんですよ。あ、でもここまで削られちゃったら、まあさすがに無理かな。うん。なので、まあこれは、うん、まあ、あれですね。受けていって、で、まあ倒されちゃうんですけれども、まあ大剣器の回転力であれば、多分倒しきれるので問題ないかなと思います。で、まあここで相手が、あれですね、ドリルくちばしを打ってくるんですが、まあそんな大した技ではないので受けてくるんですけれども、まあ、この後のね、滝登りはね、そんなダメージソースにならないので、まあ、ここでがっつり起点を作っていって、相手の次の技が飛んでくる前にハイドロカノンを打っていったんですが、まあ、綺麗にかわされちゃいましたね。まあ、でも OK でしょう。このハイドロカノンで、まあ、相手のピクシーをね、ほぼ無償で葬り去ることができたんで、うん。まあ、あとはあれですね、こちらはハイドロカノン2発貯めて、エンペルトにぶちかましていくって感じだと思います。というわけでね、2発貯めたんで、まあ、ここで、1発目を打っていって、で、シールドはもう剥がしきってたかな、確か。剥がしきってましたよね。うん、なので、まあ、2発打っていけば、まあ、倒せるので、まあ、こちらの勝ちですね。大剣器、これ、いいですよね。ハマるとほんと強いなって思います。連続切りが、溜まるのが本当に早いので、うん、ハイドロカンのこんな感じで連発できてね。うん、まあ、強いですね。対戦ありがとうございました。今のバトルはそうですね、大剣器大活躍しましたね。連続切りからのハイドロカノンの速さがやっぱり相当のね、武器になってるなと思いますね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手オーロットですね。これは出し負けなんじゃないかな。なので、ま、ホルードを投げていったんですけれども、まあ、さっき言ったようにね、ホルードとね、なんだ、このオーロットの対面は、ホルード側が有利なんですよね。まあ、こちら弱点疲れてるんですけれども、まあ、シャドウクローはね、二重耐性で受けることができて、まあ、種爆弾のダメージがこれぐらいなんで、で、逆にこちらは炎のパンチの回転が速くて、相手は確定2発となれてるんで、なので、ま、こっちが有利っていう対面ではあります。なのでね、まあ、悪くはないですね。うん。で、相手がまた種爆弾を撃ってくると思うんですが、まあ、同発でしたね。うん。でも、これ食らっちゃっていいかな。あ、でも、シールは貼りましたね。うん。まあ、でも、ここで貼っておけば、まあ、相手もシールは貼らざるを得ないんで、うん。まあ、それで貼ったんだと思います。というわけでね、まあ、同発取れてるんで、まあ、この炎のパンチでオーロットを倒していくんですけれども、まあ、この後相手が突っ張ってくんのかな。まあ、突っ張ってきたとしても、こっちの方が早いはずなんで、うん。なので、まあ、交代消されるかどうかが不安なんですけれども、どうかなって感じです。で、相手が案の定交代消してきたんですが、まあ、でも OK でしょう。出てきたのはね、ガラルマキタだったので、まあ、炎のパンチを一発当てた後に、
まあ、大剣気を出していけば、ハイドロカロン飛ばせると思うので、うん、まあ、無理なく戦っていきますね。で、逆にこちらは、大剣気そんな耐久力ないと思うんですけれども、まあ、地震食らってもやられないと思うので、うん、まあ、全然戦っていけると思います。だけど、ハイドロカロン打っていって、これギリ耐えるかな？どうだろう？あ、ギリ耐えちゃいましたね。で、まあ、地震打たれちゃうと思うんですけれども、まあ、さっき言ったようにこれ耐えられるんで、まあ、これは受けていって、うん。で、あれですね。裏を迎え撃つって感じですかね。で、おそらくオーロットが戻ってくると思うんですけれども、まあ、オーロット戻ってきても、こちらハイドロカノン撃てるんじゃないかな。そうですね。ここでゲージを貯めることができたんで、うん。まあ、ハイドロカノン撃っていって、と思ったら出てきたのが、あ、オーロットでしたね。うん。なので、まあ、ここでね、ハイドロカノン撃っていって、で、これ貼らないと結構なダメージ入るんじゃないかな、相手。うん、張ってきますよね。うん、で、まあ、ここで、まあ、大剣気やられちゃうんですけれども、まあ、シールラードといったホルドを出していけば、種爆弾食らってもやられないので、まあ、炎のパンチを打って相手を倒してって感じですかね。うん。だけど相手が種爆弾を打ってくるんですが、まあ、これは受けちゃって OK なんで受けていって、で、あれですね、炎のパンチを打っていくって感じになると思います。これ先に打てますよね。うん。で、まあ、これで相手のオロットを飛ばしてしまえば、まあ、シールラードを持ったクレセリアが残るので、まあ、ラスト次第では全然戦っていけますね。うん、で、最後に出てきたのが、二六インでしたね。で、相手が諦めたのでこちらの勝ちです。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、大剣気思ったよりやりますね。うん、連続切れからのね、ハイドロカノンの速さが本当に光りましたね。で、まあ、火力もあるポケモンなんで、まあ、耐久力はないんですけれども、ね、ハイドロカノン一発で大ダメージをね、結構奪えるので、で、回転もめちゃめちゃ速いということで、まあ、シールドを持たせたりとか、まあ、弱点をついていたら、まあ、本当に強いポケモンだなって思いました。まあ、世界大会にね、出てくる選手が使ってくれたぐらいのね、ポケモンなんでね、まあ、当然強いは強いと思うんですけれども、まあ、ここまでやるとはちょっと思ってなかったですね。うん。あとはそうですね、組ませたパーティーとしては、まあ世界大会でね、これまた活躍してたクレセリアと、あとはまああれですね、耐久力があるのでホルードを、まあ、組ませてみて、まあどうかなって感じでやったんですけれども、まあ勝率的にはまあ5割程度だった気はするんですが、とりあえずあれですね、飛んでるポケモンがね、やっぱ重いので、チルタリスですとか、エアームドです。まあエアームドはなんとかなのかな。チルタリスですね。まあチルタリスとかがまあ裏にいたりですとか、するとちょっときつかったですね。裏のポケモンが2匹ともねチルタリスに歯が立たないんで、まあ、クレセリアがねその前に消耗されてしまうと、ムーンホースでねダメージ取る前にやられてしまったりするので、まあ、そういった意味でね裏にチルタリスがいると辛かったんですけれども、まあ、でもそれ以外はやっぱ結構戦えましたね。まあ、クレセリアがやっぱり、まあ、最初に結構プレッシャーになると思うんですよね。耐久力があって、で草とフェアリーっていうね、まあ、なかなかね面白い技構成で、しかも刺さりやすいっていう技構成で、裏にいるホルードがね強い敵にはとことん強い、しかも耐久力があるっていう組み合わせで、でしかも最後の最後に出てくるのが、まあ、全然予期していなかった大剣気みたいなねパーティーだったので、まあ、相手も結構面食らったと思うんですけれども、うん、なので、ね、まあ、まあ、組み合わせさえ良ければね、全然ね、戦えるパーティーだなと思いました。なので、まあ、どうですかね、まあ、チルタリスに弱いって分かってるので、まあ、初手をもうちょっとね、チルタリスに厚い構成にするですとか、まあ、ホルードの枠をね、何かもっと別のものに変えてみるですとか、まあ、そうすることによって、まだまだね、ポテンシャルをね、あるパーティーだと思うので、うん、なんですかね、いろいろ組み合わせてやってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。